世界おとぎ話。空に浮いた小島の家と馬のタクシー。いつも昔のお話ばかりなので、今日は数年後に起こりうるだろうの未来のお話です。では始まり始まり。起きていても寝ていてもいつも見るのは夢ばかり。上があったら下があり、右があったら左がある。女がいたら男がいて、喜びあれば悲しみあり。イエスか農家の陰陽人生、義理と人情のすごろく遊び、前に進んでまた戻る。体が浮けば心も軽い。心を軽けりゃどこへも行ける。気がついたらふわっと空中に浮いた小島の家に住んでいた。思い出したぞ。あれは確かあの日のこと。未来の記憶が現在を遮断して戻ってくる。あの時は少し疲れていたのか、休憩しようと思って喫茶店を探していたら不思議な不動産屋を見つけ、面白そうだから中に入ってみた。住んでいるアパートは狭く、もうだいぶ前から誰も来ないし、臭くなったし、飽きたから、どこかいい場所はないですかと尋ねてみたら、しばらく小さな島に住んでみませんかと言われた。面白そうなので、即 OK。小島に建った家を紹介してくれた。ここなら近所迷惑もなく、大声を出しても問題はない。もっと面白いことに、この島は海の上ではなく、ふわっと宙に浮いている。自由に動くこともできる。だから車も電車もいらない。今日は富士山の近く、明日は太平洋の上、どこへでも行ける。気持ちいい。たくさんの鳥たちに見守られて、たまにカモメやグースと一緒に遊んだりもする。海の上を飛んでいた時は、渡り鳥たちが一斉にここに来て、水を飲んで休息をとっていた。ものすごい数の渡り鳥。あまりの重さに島が落っこちそうになった時、その鳥たちが引っ張り上げて助けてくれた。サンキュー、鳥さん。あれ？急にキューピッドが弓と矢を持って、ふわりふわりと鳥のように飛んでやってきた。ニコッと笑ったキューピッドに、わしゃもうじいちゃんだから地上にいる若い人たちに矢を当ててやんなよ。庭にたくさん花があるから持って行っていいよ。キューピッドは少しの花を摘んで丁寧にお礼を言ってくれ、下に降りていった。防波堤に座った老人にまた何を勘違いしたのか矢を射った。老人はびくっとはしたが別に変わった様子はない。目が悪いのかなこのキューピッドは。勘違いだらけのおかしなやつ。大きなお城、無数の星が光を放つ。満天。光が地上を照らし、水の上にも同じ数の星とお城が映り、輝きが倍になる湖。水の妖精と光の妖精、風の妖精も遊んでいる。楽しそうに。可愛い声で歌い出した。たくさんの妖精たちや小玉、虫や鳥たちも参加して大合唱。夏は楽しい。夏？今は冬のはずだ。まあいいや、固いことは一個なし。ここから下に降り、僕も一緒に遊びたいな。あの防波堤にいた老人が急に若くなってボートに乗ってやってきた。岸につけて楽しそうに港元気に踊り出した。これはキューピッドのおかげだな。幸せに浸っている。僕も入れてくれないかな。上から見てるだけでは面白くない。上からだけでは
中身が全然わかんないよ。島さんよ、少しだけの時間彼らと一緒にいたいんですけど、お願い、少しでいいから。上も下も横も縦もない、みな一緒に遊ぼうよ。島は下へ下へと降りていった。何か急に静かになった。絵本の中から飛び出した少女が何か叫んでいる。なんだ？もうおじいさんはね、ここに来てはダメなんだよ。早く上に行きなさい。時間に遅れるよ。なんだ？降りることができないのか？もうこっちには来れないけど、行けるよ。私たちも後でみんなで行きまーす。そうなんだ。あかんのか。オッケー。じゃあ先に行ってるね。バイバーイ。途中まで風の妖精が下から吹き上げ、しばらく一緒についてきて見送ってくれた。島はまたふわっと浮いて、今度は銀河の果てに向かって進み出した。どれくらい時間が経っただろう。やっと銀河の果てに着いた。おばあさんが目の前にあるベンチに後ろ向きで座っている。おばあさんの肩にそっと両手を置いた。おばあさんは振り向きニコッと笑い、よかったね、久しぶりね、と言った。だいぶ待った？おばあさんは、少しね。待たせてごめんね。あれ、あんなところに馬さんがいるよ。何をしているのかな。すると馬は、はーい、私は馬のタクシー馬車です。乗りますか？僕はおばあさんに、乗っけてもらおうか。おばあさんは、そうだね。馬の運転手は、どこに来やすか？僕はばあさんに、どっか行きたいとこある？そうね、どこにしましょう。馬さんが、いつもはね、ここにトナカイさんのタクシーがあるんですがね。でも今日は、あれですよ、あれ。知ってるでしょ？サンタさんの貸し切りでね。それでこの僕がここにね。そうだ、今日はイエス様のお誕生日ですね。イエス様のところに行きましょうか。いいんですか？僕たちがイエス様に会えるんですか？おお、イエス。もちろんですとも。行きましょう、行きましょう。イエス様はいい人だ。きっと喜んでくれますよ。今、お釈迦さんや他の神様たち、いろんな人や動物たちや植物たちもお祝いに行っているはずです。みんなで鍋でも囲みましょうか。おじいさんとおばあさんは嬉しそうに、楽しそうに、ニコニコしながら、子供の顔になって陽気な馬車に乗った。二人を乗せた馬車は、遠くに遠くに銀河を水面に例えれば、まるで平たい石を投げるように、ぴょんぴょんぴょんと銀河団に波紋を残して、お隣の宇宙、そのまたお隣の宇宙へ、イエス様に会いに行きました。メリークリスマス。おしまい。Thank you.
Thank you.